さんこんにちは、島田葵です。本日は前回、3つぐらい前の動画にハムスターのタラちゃんのお家を増築してみたという回がありました、そちらはですね3階建てのお家になったんですけれども、我が家にはもう一人ハムスターのバビーちゃんというのがいまして、本日はバビーちゃんのお家を増築していきたいと思います。で、使うものなんですけれども、前回と同じでこちらのパイプセット、これがですねケージにこう伝わっていくようにして、2階に3階に上がれるようにします。そして一番上の階にはこちらのバスハウスをつけていきたいと思いますね。そしてルーミー60は1階で、次ルーミー、そしてその上のバスハウス、こういうね3階建てを作っていきたいと思います。それでは早速作っていきたいと思います。はい、では作っていきたいと思います。今回こちらの1階部分がルーミーの60なので、こちらをベースに積み重ねていきたいと思います。で、上に重ねていくのは通常のルーミーです。で、このように、まだつなげていないんですけれども、パイプをこう伝って作っていく感じになります。はい。で、前回同様、ジョイントバスハウスの中身はこんな感じです。こちらがね、ジョイントの、パイプの部分ですね。で、こちらの部分が、これをね、取り外ししまして、こっからパイプをつけて、重ねていく上の蓋の部分になります。上の蓋、そして下の部分、で、こちらが、パイプでジョイントするようになっております。で、こちらの、パイプセットは、ね、このように、中にたくさんパイプが入っています。これをですね、うまいこと、球状や、ね、このストレートのやつからですね、いろんな形が入ってまして、こういうね、ショートタイプのもの。こういうのが何種類か入ってて、これを組み合わせて、ケージにつけて、ハムちゃんが出入りできるような形になります。それではですね、こちら、揃いましたので、揃いましたので、今から作っていきたいと思います。はい、このようにケージのねセットアップは完了しました。なので今からこちらのパイプでルーミー60につなげていきたいと思います。はい、完成しました。パチパチパチ。はい、先ほどからですね行き来をしているんですけれども、1階、2階、で、2階と1階がここのジョイントでつながって、2階のルーミーとお砂場がこのようにつながっております。なんかさっきから行き来してるんですけど。気に入ってくれたんでしょうかね。で、こちらが今バビー邸なんですけれども、横にはタラ邸があります、ね、タラちゃんは上にねこうやってチップを思いっきり運んじゃったんですけれども、バビーちゃんも同じことをするのかなと今思っておりますけれども、多分ねこうやってほっぺにすごく詰めてるんで、おそらく多分ここに、あ、もう運ばれてますね。多分このように同じ現象になるんではないかなと思っております。多分これ運んでますよね。ほら、いっぱいほっぺたに詰めてますね。ちょっとピントが合いにくいですが。これはここに運ぶために詰めてますね。たくさん詰めてます。すごいほっぺたが膨らんでますね。こんな膨らんだバビーちゃん見たのあんまないかもしれない。あら、ということはやはりこのようになるということですよね、きっとね。た
ぱり寝床になっちゃうってことですね。やっぱ運びますね。すごいパイプ詰まるんじゃない。ねえ、いけない。やっぱいけないね。あ、パイプを間違ったのか。上に行くのに下のパイプに行ってたってことか。賢いですね、なかなか。わかるんだ。さあ、見てみましょう。すごい顔になってる。あ、ほら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 、やっぱり。こうやって、やっぱ、あれですね。寝床を作っているみたいです。はい、ということで、今回は、タラちゃんのタラ邸があるので、バビーのお家も、増築しようという回でございました。ご視聴ありがとうございます。